キングダムカムはアメリカ合衆国、ドイツ出身のヘビメタルバンド。1980年代のアメリカに HR、HM ムーブメント期にドイツ人プレイヤーレニーウルフを主催に結成。デビューアルバムがゴールドディスクを獲得するなどの成功を収めた。解散の後、2018年より活動再開。レニーウルフの情感豊かなボーカルを中心に、レッドチェッペリンや、 ハンブルパイ、ジミヘンドリックスなどに代表されるブルースロックの影響下にあるハードロックを心情としていたが2001年以降はインダストリアルロックなどからの影響も感じさせるモダンなハードロックを確立、ドイツを拠点にコンスタントな活動を続けた2016年、二十数年ぶりにオリジナルメンバーを含むラインナップでのライブを実現し、これを最後に 活動の集結を発表した。2018年のデビュー30周年に再集結が実現したが、レニー・ウルフは引退を表明し不参加となった。1980年代にアルバム、バーンズ・ライク・ア・スター、レッド・ゼム・トークをリリースし、ブレイクダウン・ザ・ウォールのヒットなどで知られた、アメリカのハード・ロック・バンド、ストーン・フューリーの元メンバーでドイツのハンブルク出身のボーカリスト、 レニー・ウルフは、一旦ドイツに戻った後、再び、アメリカに戻りポリグラムと契約。アメリカ出身のギタリスト、ダニー・スタック、リック・スタイアーとドラマーのジェームス・コタック、イタリア出身のベーシストのジョニー・ B ・フランクと、キングダム・カムを結成する。1988年、レニー・ウルフは、メタリカやボンジョビ、エアロ・スミスなどとの仕事で知られるプロデューサー、ボブロックに紹介され、 そしてボブロックが彼らのデビューアルバムをプロデュースすることとなった。バンドはカナダのバンクーバーにあるリトルマウンテンスタジオでレコーディングを行った。デニー・ウルフとボブロックがニューヨークのエレクトリック・レディスタジオでミキシングを行っている際、ゲット・イット・オンを聴いて気に入ったジョン・カロドナーは曲を個人的にカセットテープに録音した。しかしそのテープが回り回って、 最終的に外部に漏れてしまい、バンドはもちろんレーベルも知らないうちに、ゲットイットオンはアルバムリリース前にラジオでオンエアされてしまった。音楽誌、ミュージックネットワークがこれを謎のバンドとして報じたことで大きな話題となり、連日ラジオにリクエストが殺到する事態になった。同年、ファーストアルバムファーストアルバム、キングダムカムがリリースされるや、ソノレットチェッペリンなど、 ブルースロックの影響を色濃く受けたホワイトスネークなどにも通じるハードロックは芝叩く間にヒットしビルボード12位を記録しゴールドディスクとなるなど世界的なヒットとなったまたこの年バンドはモンスターズ・オブ・ロック北米ツアーにドッケン、スコーピオンズ、メタリカ、バン・ヘイレンらと共に参加したしかし彼らの楽曲やデニー・ウルフのボーカルがあまりに レッドツェッペリンを連想させたこと、また当初バンドが謎のバンドとされたため、曲を聴いて、レッドツェッペリンの再結成ではないかとの憶測も出るなどしていたことなどから次第に批評家や、ミュージシャンなどから批判され始め、バンドは、レッドツェッペリンのクローンなどといったレッテルを貼られ、激しい批判の対象とされた。ロックギタリストのゲイリー・ムーアに至っては、アルバム、アフター・ザ・オー収録の レッドクローンズという曲で露骨に批判した。ダニー・スタックが、レッド・チェッペリンを聞いたことはない等と発言したと、雑誌が報じたことも、状況を悪化させる要因の一つとなった。ただしそれは、ダニー・スタックの発言の一部だけを、意図的に切り取ったもので、実際の彼の発言内容とは異なるものだった。批判は収まらず、それは、アルバムセールスやライブの動員にまで、 大きな影響を及ぼすこととなった。なお、これらのことに関連して、キングダムカムが、レッドツェッペリンから訴えられ、レッドツェッペリンが勝訴したというような話が語られる、ことが時折あるが、実際には、そのような事実はない。1989年、バンドはプロデューサーに、フリートウッドマックやホワイトスネーク、ホリナー、サンタナなどとの仕事で知られるキース・オルセンを迎え、 セカンドアルバムとなる In Your Face をリリース。メンバー全員でアルバム制作に取り組んだという、このアルバムは前作を踏襲したハードロックアルバムとなり、ビルボード49位を記録するも、前作での思わぬ批判からの逆風の影響もあってか、セールスは伸び悩んだ。そして同年、突然バンドから解散が発表された。バンドとしてのキングダムカムの終焉後、 レニー・ウルフは一人で、キングダム・カムを続けることを決意した。1991年、キングダム・カムのサードアルバムとなる、ハンズ・オブ・タイムをリリース。初のレニー・ウルフのセリフプロデュースでのリリースとなった。キャント・ディナイ以外の作詞を、レニー・ウルフとハープ奏者で作曲家のキャロル・テータムが、共作し、キャント・ディナイの作詞及びすべての曲の作曲とボーカル、ギター、ベースを、 レニー・ウルフが担当した。その他、後に、ポイズンに加入するギタリストのブルース・サラセノなど、数名のセッションミュージシャンが参加した。キャロル・テータムのハープで幕を開ける、このアルバムでは、前作までのギターを中心とした、ハードロックからレニー・ウルフの上官豊かなボーカルを中心とした、よりメローなサウンドへと変化。また、キーボードを効果的に導入するなど、 これ以降のアルバムにつながる変化が見られた。その後、レニー・ウルフはニューヨークとハンブルクを往復しながら活動を続け、新たにウィーと契約し、1993年にホースアルバムとなるバッドイメージをリリースした。全曲レニー・ウルフの作詞作曲で再びレニー・ウルフのセリフプロデュースとなったこのアルバムは前作の作風をさらに推し進め。 レニー・ウルフの憂いを帯びたボーカルを生かしたミドルテンポ中心の叙情的なハードロックアルバムとなった。また、より効果的に配されたキーボードや SE もアルバムの叙情性を高めることに貢献した。しかしすでにアメリカなどでのキングダムカムへの関心は薄れていたこともあり、ドイツ以外ではあまり流通しなかったという。ウィーとの関係はうまくいかず、レニー・ウルフは新たに ドイツ国内のレーベルと契約し、1996年に、フィフスアルバム、トワイライト・クルーザーをリリース。また、アルバムリリースに伴う、ツアー終了後、スイスのバーゼルでのライブの様子は、同年、2枚組ライブアルバム、ライブアンプラグドとしてリリースされた。続く1997年には、マザーズ・ファイネストのドラマー、ディオン・マードックと共に、 ドイツで制作したシックスアルバムマスターセブンをリリース。その後も、レニー・ウルフはドイツで活動を続け、1999年のディープパープルのドイツツアーではサポートアクトを務めた。また2000年には、ストーンフューリー時代のトゥーレート、ティーズ、シュッドハブトールドユーの3曲の再録と、 レニー・ウルフが1999年にリリースした全編ドイツ語によるソロアルバムレニー・ウルフからの4曲を英訳したものを収録したアルバム2をイーグルロックエンターテイメントからキングダム・カムのセブンスアルバムとしてリリースした初期の批判やそれに根ざしたキングダム・カムに対するイメージは相変わらずついて回りまた音楽業界にも長い間振り回されてきたレニー・ウルフは そうした周囲に対し注意を払うことをやめることを決意。純粋に自分の音楽と向き合うために、再び自分の拠点で集中して曲作りに取り組み、2002年エースアルバムとなるインディペンデントをベルリンのウルフ島ミュージックからリリース。これまで同様レニー・ウルフのボーカルを中心に据えながら、パターンの繰り返しを多用したギターと、 シンプルなドラム、エフェクトなど、インダストリアルロックなどからの影響も感じられる、モダンなハードロックサウンドを生み出した。2004年、政治的な問題をテーマとした、ナインスアルバム、パーペチュアルをリリース。2006年、フロンティアーズレコードから、テンスアルバム、エイント・クライング・フォー・ザ・ムーンをリリース。このアルバムには、ゲット・イット・オンのセルフカバーが収録された。2009年、 オーストリアのプラネットミュージックから、イレブンスアルバム、マグニファイドをリリース。2011年、2006年から参加していた、ヘンドリック・シーズ・ブルメルに代わり、新たに、ドラマーのネーダー・ライが加入。同年、新曲3曲に加え、これまでのキングダム・カムの楽曲の中から、ファンの支持の高い7曲とストーン・フューリー時代の、ブレイクダウン・ザ・ウォールを、現在のメンバーで、セルフカバーした。 1 2 t h スアルバムレンダードウォーターズを SPV ステイルムハンガーからリリースインディペンデント以降のモダンな要素に以前のハードロックがブレンドされることで力強くモダンなハードロックへとそのサウンドも変化を見せた2013年1 3 t h スアルバムとなるアウトライアーをリリース過去と現在をつなぐブリッジを構築しようとしたというこのアルバムでは前作のサウンドを踏襲しながら新たな 実験的要素も導入。メッセージ性の強い力強いアルバムとなった。2014年1月、デニー・ウルフは、アンフィニッシュとビジネスと名打つプロジェクトを発表。ダニー・スタック、リック・ステア、ジェームス・コタック、ジョニー・ビー・フランクと共に1987年、当時のオリジナルラインナップのキングダム・カムを再結成し、アルバムを制作及びツアーを行うことを発表した。 長年にわたって、レニー・ウルフとジェームス・コタックは連絡を取り合っており、再び一緒に活動する可能性などについてもしばしば話をしていたが、2014年に、ハイリ・ジェームス・コタックが1987年当時のラインアップでの再結成について、合インを出したことで正式に再結成プロジェクトが始動し始めた。しかしその後、個人的な問題などのために、 ジェームス・コタックの参加が困難となり、再結成の計画も一旦消滅しかけたものの、ダニー・スタックや、ジョニー・ビー・フランクの意見もあり、プロジェクトは継続されることとなった。2015年、レニー・ウルフ、ダニー・スタック、ジョニー・ビー・フランク、そして、マグニファイドまでドラマーを務めていたヘンドリック、シーズ・ブルメルを加えた、新たなラインナップを、オフィシャルサイトなどで発表。 2016年2月、同ラインナップで、モンスターズ・オブ・ロック・クルーズ2016への出演を果たした。長い時間を経て、オリジナルメンバーであるジョニー・ B ・フランク、ダニー・スタックと再びステージを共にし、アンフィニッシュとビジネスをやり遂げたレニー・ウールフは、同年8月、キングダム・カムの終演を発表した。2018年、デビュー30周年を記念し、 オリジナルラインナップによるツアー計画を発表。しかし創設者のレニー・ウルフは引退を表明し不参加となった。新たにアメリカ人ボーカリスト、キース・セント・ジョンを迎えて活動を再開。2018年時点、この時期、レッド・ツェッペリンに過ぎていると批判されたその他の例としては、ホワイト・スネークが1987年にリリースした白蛇の紋章サーペンス。 アルバス収録曲のスティルオブザナイトがある。ありがとうございます。